木星が逆行を開始します。天体の逆行は見直し点検調整の時期です。木星は社会天体であるため、ここから木星に関することで社会的に見直しや点検が行われます。社会的にも個人的にも進みにくさや社会的な恩恵を感じ取りにくくなる感覚があるかもしれませんが、次へ進むための大事な調整期間となります。改めましてこんにちは、スミエク代表のスミエです。スミエのマネージャーです。プロフィールはこちらです。星の動きの最新情報が届く LINE のお友達登録もお願いします。登録していただくと、プレゼントとして西洋占星術を学ぶ近道がわかる無料講座、プレ、クラゲでもわかる星読み講座をお届けします。はい、この動画では今回の木星逆行の期間、影響や意味、過ごし方について解説していきます。まずは期間について解説お願いします。はい、2024年の木星逆行は、2024年10月9日、双子座の21度から、2025年2月24日、双子座11度までです。木星は2024年5月26日に双子座入りし、2025年6月10日まで双子座を運行します。ついこの前双子座に入ったみたいですけどね。そうですね、逆行します。はい。今年の5月に木星が双子座に入った時から今まで過ごしてきた約4ヶ月間を振り返りながら、増やしすぎたことは修正していきましょう。何を修正していくといいんですか？増やしすぎたことです、はい、これから説明していきたいと思います。あ、そうですね、これから。はい。はい、それでは今回の木星逆行の振り返りポイントや修正ポイントについて解説をお願いします。はい、今回のポイントは4つです。1つ目はお付き合いの見直しです。木星双子座期間の1年間は、興味のあることには積極的に飛び込み、たくさんの人と交流することで木星の拡大と発展を受けることができるため、木星が双子座にイングレスした時に人脈作りが幸運のポイントとお伝えしました。この4ヶ月間、様々なところに出かけて人との交流が増えた、SNS 上で交流が増えた、ネットでの交流から実際に会ってみた、新しい知り合いが増えたなど、心当たりがある人もいるかもしれません。ゆうやさんどうですか？我々はどうですかね。あ、でもコラボとかし始めましたからね。確かに確かに、個人的にはあんまりないですけど、その星読みチョコレートのコラボ、まあ監修して、スミエが監修してとか、あと YouTube ライブ始めたっていうのも、もしかしたら。そうですね、そうかもしれないですね。ライブ配信ですね。はい、皆さん遊びに来てください。こんな風に人との交流を広げてきた人たちは、この逆行期間中は今までスムーズに交流を広げてきたところから少し停滞を感じるかもしれません、初めての人と会うワクワク感や、知らないことを知ることができる充実感が得られず、物足りないなと思うかもしれませんね。これは皆さん次第ですね。でもですね、それは一つのチャンスになるんですよ。天体の逆行は見直しややり直しを意味して、過去に戻る期間でもあります。双子座の木星が広げ続けている時には、見逃していたことや見落としてきたことを拾いやすい期間とも言えるんですね。新しい出会いや交流は停滞するかもしれませんが、今まで出会ってきた人たちのお付き合いを見直したり、大切さを再確認したり、過去に出会うべきだった人たちとの交流をつなげることができるかもしれません。逆行期間中はたくさんのスケジュールを詰め込むのではなく、余白を楽しめるようにしておくことで、その隙間にそっと入ってくる大切な人がいるかもしれません。これはそういうことですね。どういうことですか？SNS で言うと、フォロワーを増やすっていう段階が、この巡行期間だったと。はい、そうですね。で、フォロワーは増えなくなるけど、フォロワーさんとの交流を深めるみたいなのが、この逆行期間にあたるっていうことですかね。そうですね、はい。それで関係性を再確認していくといいかなと思います。はい、2つ目のポイントは学びの軌道修正です。木星が双子座に入ってから、知的好奇心を満たすための学びや資格取得を進めてきた人も多くいるかもしれません。あれも知りたい、これも知りたい、こんな方法もある、あんなやり方もあると、たくさんの情報や知識、やり方を取り入れて進んできた人は、ここからややブレーキがかかったように感じられるかもしれません。そのような時は無理に前に進めるのではなく、自分にこの方法は本当に合っていたのかな、この情報は本当に必要だったかな、知識のいいところ通りばかりしていなかったかな、インプットばかりになっていなかったかなと、自分の学びの姿勢について見直してみるといいかもしれません。双子座は情報の取得を得意とするサインですが、その取得したたくさんの情報や知識をしっかり頭の中でまとめて、必要な人に伝達するのがテーマです。ただ聞き流して情報を仕入れているだけ、知識のつまみ食いをしているだけ、自分の中だけに情報や知識を留めているだけでは、必要な人に必要な情報は届きません。木星が逆行するここから4ヶ月、今まで学んできたことや情報の得方、アウトプットの大切さを見つめ直して、自分にとって本当に必要な学びを取得するようにしていきましょう。3つ目のポイントは、進まないからこそできることをする
です。木星は発展や拡大、幸運を司る天体であるため、木星が逆行するとその発展性が感じ取りづらくなり、今までやってきたことに関して変わらないなと感じる事柄も増えてきます。双子座はスピード重視のサインであり、フットワーク軽く動き続けるので、今までのスピード感からすると急に遅くなったように感じることもあるかもしれません。今までガンガン進めてきたプロジェクトが現状維持のままになる、完成日が引き延ばされる、先送りにされるといったことも出てくる可能性があります。福沢諭吉の言葉でも現状維持は逮捕なりという言葉があるのですが、現状維持でいることはあまり良くないと囚われることもありますよね。そう思ってますね。なんですけども、365日ずっと進み続けることは気力や体力も必要になります。ガンガン進んでいた時には些細なことに目を配ることも難しくなり、立ち止まったり修正したりすることが後回しになりますよね。そうですね。なのでこの木星逆行期間中は進めない時だからこそできることをしていくのが大事です。例えばどんなことですか？例えば自分の体や心と関わる時間を増やすとか、周りの人たちとの関わり方を見直す、今のやり方を振り返り修正する、現状維持できている状態に感謝する、そういった目を向けてあげられなかった些細なことに目を向けてあげるといいかなと思います。最後のポイントは社会天体の見直し再びです。土星が逆行する時の動画でも、土星が逆行している2024年8月20日には双子座の木星とスクエアを取り、2020年12月22日に起こったグレートコンジャンクションからの風の時代の見直しがあるとお伝えしました。このスクエアが起こった7月末から8月の時、社会的にはこのような出来事がありました。どんなことですか？日経平均の大幅下落、はいはいはい、台風でコンサートやフェスの中止ありましたね。雨による相次ぐ交通機関の乱れ、ゲリラ豪雨いっぱいありましたね。はい。気象庁による巨大地震注意の発表、ちょうどお盆時期でしたね。チャイルドシートのあり方の見直し、これ何ですか？150センチ、あーなるほど、はい、ね、以下の人は、はいはいはい、私ギリギリ151センチなんでもしかしたらチャイルドシート乗らないといけないかもしれないあとは教員の残業代の見直しなどもありました、はいはいはい、交通関係のトラブルや見直しが多いのは双子座にある木星の影響が大きく関係しています。また過去にも土星と木星がスクエアを形成するときに経済への大きな影響が見られたようなので、今回も同じように日経平均株価の過去最大の暴落もこの配置も関係しているかなと思います。個人では広げてきた関係を選別したり減らしたり断捨離したりといった事柄もあった人もいるかもしれません。ちょうどお盆の帰省期間であったため、実家や地元に帰ったことで価値観の違いや生き方の違いを目の当たりにして関係性を見直したっていう人もいるかもしれませんね。これですね、はい、ちょっと見直しました。あ、ゆうやさんあの実家に帰った時に、まあ実家ではないんですけど、まあそんなようなことがありましたね。あ、そうなんですね、うん、今回の逆行期間中である2024年12月25日前後にも同じように木星と土星はスクエアを形成します。その影響は11月末から翌年1月半ばぐらいまであります。この時には8月のスクエアとは反対に土星が巡行、木星が逆行しているので、より土星の取捨選択を促し整理整頓させることからや現実を見させる力が強く働くかなと思います。12月25日のチャートを見ると木星と土星のスクエアに水星も絡み、柔軟球の T スクエアができています。また金星と天王星もスクエアであるため、冥王星と逆行中の火星もオポジションでかなりハードなチャートになっています。これ今出てるのがこの12月25日のホロスコープなんですけど、はい、まあ、ちょっとごちゃごちゃになっちゃうので、はい、土星と木星のスクエアだけ書いてますけど、今出てるやつがそうですね、はい、8月の時と同じように交通関係のトラブルや遅延、株価や経済への影響、外交トラブルなど様々なことが起こりそうかなと思います。またこの時期は木星とともに火星も逆行しているので、進みにくさや停滞感を強く感じることになるかなと思います。これはあのトラブル関係で割とマイナスのことが起こりそうな感じなんですか？そうですね、どちらかというとそうかなと思ってます、うん、双子座の木星期間は好奇心旺盛に飛び回ることは得意ですが、それを定着させたり落とし込んだりすることが苦手です。土星からのスクエアがあることで現実を見たり、やっていることを絞り込んだり定着させたり、他者との境界線を引いたりすることもできるので、土星から来た課題は真摯に取り組んでいきましょう。我々の人生もこの世界も前に進んだと思ったら戻りを繰り返しながら少しずつ少しずつ進んでいきます。何かしらのトラブルがあるからこそ
より良くするために見直すこともできます。社会もそれぞれ個人も振り返りや反省をしながら生きやすい未来へと歩んでいきたいですね。いつも高評価コメントありがとうございます。ライブ配信も遊びに来てください。アーカイブも見てください。